定美学園前橋校の山口です。今日は15の質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。定美学園チャンネル。MBTI は ISTP です。 ISTP って何ですか？ISTP はなんか黄色い、なんかこうやって頭巻いててなんかドリル持ってるやつ。趣味はゲームです。ちなみにこのゲームっていうのあるんですか？もう最近は、まあ、生徒たちもよくやってるんですけど、バロラントってゲームを、まあ、よくはやるんですけど、はい、まあ、お家に帰った時はストリートファイター格闘ゲームをやったりしてます。好きな食べ物、もうラーメンです。ずっと変わらず。好きなお店とかあるんですか？お気に入りの。お気に入りのお店ですか？大学時代は千葉の成竹っていうお店が自分すごい大好きで、千葉県までよく食べに行ってました。え、わざわざですか？そうです。学生時代のアルバイトはゲームセンターのアルバイトしてました。それはやっぱりゲームが好きだからですか？はい、そうです。一番はもうゲームが大好きだから、ゲームのバイトしたいなって思ってたのと、あとめちゃめちゃ家から近かったっていう。あ、それ大事っすね。はい、家が近くて、なおかつ好きなことやれる、ラッキーと思って。確かに。バイト始めました。失敗談はみんなメダルゲームやったことあると思うんですけど、メダルゲーム最後預けるときに係数をすると思うんですけども、例えば1000枚預けますみたいな、でこうやって1000枚書いて機械に1000って打ち込むんですけど、なんか寝ぼけてたのか知らなくて、自分めっちゃゼロつけちゃって、何十万も預け入れちゃって、次の日になんかこの人だけめちゃめちゃメダルあるんだけどって LINE が来て気づきました。ちゃんと先生できるかなっていうのが一番不安でしたね。大学卒業して、自分新卒で入ったんですけど、例えば塾とかのバイトとかもしたことなかったん でいきなり4月から先生っていう立場になった時に、ちゃんと先生やれるかなっていうのはすごい不安でした。休日は10時ぐらいに起きて、もうあとはずっとゲームです。それって、同じゲームをずっとやってるんですか？もう基本同じゲームずっとやってます。おお、難しいですね。でも、楽し場じゃないですか。え、楽し場。楽し場、楽しい場所。あ、なるほど、はい、楽しい場所って書いて楽し場。はい、楽し場っていう言葉が自分よくバイトの時に上司から言われてた言葉なんですけど、楽し場を作るんだよみたいな、楽しい場所を提供するのがゲームセンターだよってよく言われてたんですけど、でも整備学園に来た時に、学校っていう場所ではあるんですけど、本当に楽しい場所を提供する、生徒も働く人も楽しんで学校生活が送れる場所なのかなと思っているので、一言で表したら、まあ、楽し場、楽しい場所っていう意味なのかなと思います。仕事で心がけていることはなるべく丁寧にっていうところですかね。あまり自分仕事が手が早い方ではないんですけど、その代わり丁寧にっていうところは心がけて、確認する作業も、まあ、2回3回確認するとか、自分が確認した後に他の人に確認頼むとか、なるべく1回で終わるようにっていうのは心がけてやってます。好きな科目ですか？はい、じゃあ保健体育の免許を持ってるんで保健体育で。整備学園の体育の授業はどんな感じで進めていくんですか？整備学園各校舎多分体育館はないので、近くの公園行ったりとか、地域の体育館を借りたりして体育をやっていくんですけども、例えば体育館借りれる時にはもうバスケットボールとかバレーボールとか持って行って、みんなでバスケしたりバレーやったり、あと体育館借りれると卓球台が借りれたりするので卓球したりとかで、外の時は例えばフリスビー持って行ったりとか、はい、まあ、アルティメットフォースみたいなところをやったりとか、整備学園のならではの、まあ、自由度が高いからこその体育なのかなと思ってます。整備学園の先生ですか？はい、おしゃべりの方が多いんじゃないでしょうか。確かに。はい、ずっと話を聞いてくれる人がたくさんいると思います。自分もよくしゃべるんですけど、話聞くだけじゃなくてちゃんと会話をしてくれるっていうか、例えば自分ゲームが好きなんで、ゲームの話を一方的にしても笑ってくれる先生がいっぱいいるかなと思います。
自分 e スポーツ科の教員やってるんですけど、やっぱゲームが趣味っていうこともあって、やっぱゲームに関われるところは楽しいのかなと思います。あとはやっぱ生徒たちとクラブ活動の時間で一緒にゲームする時間が一番幸せかなと思ってます。ストレス解消方法はひたすら寝るですこれにつきます。まあそうですよね、はい、大事です。で自分何時間でも寝れるタイプっていうか、寝ていいって言われればいつでも寝れるんですけど、なのでストレス解消法はアラームかけない。確かに、もうアラームかけないで自分のタイミングで起きれた時の幸せ、これが一番幸せじゃないかなと思ってます。自分はだいぶ面倒くさがりですでもなんか仕事では結構ちゃんとしてるイメージはありますけど、怒られたくないんでっていうのもまあそうなんですけど、ルールから外れるのはあんまり好きじゃないので、できるだけルール内でやろうかなっていうタイプなので、めんどくさがりではあるんですけど、やれることはやろうかなって気持ちはあります。そうですね、今整備学園入って2年目になるので、来年自分のクラスの生徒たちが3年生になって進路を目指すっていうところになっていくんですけども、まず挑戦したいこと、自分の挑戦かどうか分かんないですけど、まあ、全員が整備学園に入ってよかったと思って卒業してもらうのが挑戦というかやりたいことですかね。なのでそのためにはまずはもう進路決めてもらうっていうところもあると思うんですけども、そのための進路のサポートだったりとか学習サポートだったりとかっていうところを一生懸命やっていきたいなと思ってはいます。今日は15の質問に答えていきました。他の動画も整備学チャンネルあると思うので、ぜひよかったらチェックしてみてください。今日の動画が良かったと思ったらグッドボタンとチャンネル登録の方をお願いします。以上、山口でした。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。